帽子は中華人民共和国三島省に位置する地球市。帽子は三島省中部に位置し、東は沈騰市、遠大市と隣接し、西は白市、東映市、南は林儀市、日照市と接し、北は渤海の来州湾に面する。帽子は有名な歴史文化都市であり、名所旧跡が多く観光資源に恵まれている。 7000年前の新石器時代には、四族部落社会が形成されていた。夏から院代にかけては、新館、館、三樹の風国が設置され、州所には武王により、太公房が、聖王に封じられ永久を都の城に定めている。春秋時代には、地域は、蔡、老、古、巨などに分割され、戦国時代には、地域の大部分は、聖の半都とされたが、一部は、 に属した新大になると、三河東軍、臨死軍、牢屋軍の、元代になると西州及び、徐州の管轄とされ、それら支子のもとに、北海軍、牢屋軍、西軍の三軍と川国、高密国、三河東国の三国が設置されていた。南北朝時代になると、地域南部は南朝、北部は北朝支配下に入り軍事的要衝とされた。その後、 随代には北海軍及び高密軍が、東大には西州及び密州の管轄地とされ、新末まで添い重ねされた。中華民国が成立すると修正廃止に伴い県、党を設置、当初は二川あず道、来二川道、青道等の管轄とされたが、1927年の同政廃止後は三島省の管轄とされた。 日中戦争中は、王朝明政権の実行支配地域とされたが、戦後は、中華民国が行政権を回復、しかし間もなく勃発した、国境内戦の結果、1948年に、中国共産党の実行支配地域とされ、防欧特別市が成立した。1950年、昇格市としての防止は、廃止、地域は、まさ戦区の管轄とされ、 1983年10月に地球史に改変され現在に至る。現在、帽子内には各時代の文化群が残されており、古代遺跡、古代建築物、古代石穀と彫像など、固定文化財が1804箇所もあり、そのうち国家クラスの重要文化財保護指定を受けたものが3箇所、小クラス重要文化財保護指定を受けたものが27箇所、 県クラス重要文化財保護指定を受けた者が400、余箇所となっている。4、四角区、6、研究、市、2県を管轄する。帽子、正地区、帽子、防王地区、帽子、帽子は世界にその名を知られるたこあげの町である。1984年4月1日、帽子人民政府は、アメリカ人友人の提言に基づいて、第1回、某国際たこあげ大会を開催し、 それ以来、一年一回の世界タコ揚げの大イベントが、帽子で行われるようになっている。タコのおかげで、某が知られるようになっただけでなく、内容が豊かで、独自の魅力と風彩を備えた、民間芸術品にもよる。民間工芸は、民間文化として、郷土の貴重な宝物であり、勤労大衆の聡明な知恵の結晶でもある。の民間工芸には、長い歴史があり、タコ。 木版画の一種である念画、切り紙細工、銀の造眼、おもちゃなどには数百年の歴史があり、国内外にその名を知られている。1987年4月に帽子は世界のたこ揚げの里に選ばれ、国際たこ揚げ連合会はまた、国際たこ揚げ連合会の本部を帽子に置くことを決定した。某国際たこ揚げ大会の開催は、帽子の知名度を大幅に向上させた。 ありがとうございます。